だ。いや。行くよ。行くよ今から。飛び立ちます。飛び立ち、もうどこ行くか知ってるみたいな顔するね。え、僕は知ってますよもう。え？僕は知ってますよ。みんな知ってんの？どこに行くか。いや、みんなはどうだろう。え？どこ行くんすか？よし、じゃあ一緒に行くよ。みんな一緒に行くよ。せーの。沖縄。恥ずかしい。向こうの人見てたよ。違う。今向こう歩いてる人見てたって。そう、あれ沖縄って言って。あ、違うんですか。おじさん二人がキャリーケース。確かに。恥ずかしいって言ってやめてよ。沖縄に行きます。はい。で、今日はね、1月。まだ1月っすね。そう、1月なのに沖縄行くんですよ。本当に季節外れ。この中年 TV のね方の収録も兼ねて、はい、沖縄の方にね今から撮影に参るんですけれども、はい、なんとこのウーアチャンネルでも沖縄編をね撮影させていただきたいと思います。ということで今からね国内線行って、はい、沖縄もなんかミニ四駆のコースいっぱいあるらしいからさ、楽しみですね。そうよ、ちゃんとミニ四駆も積んでますんで。積んでいっぱい入ってるよ。パンパン、もうパンパンよ。てかもう沖縄のショップに何が売ってるかとかめちゃめちゃ楽しみじゃない確かに、なんか、ね、夢しかない沖縄ドリーム、うん、何があるのか。今回は沖縄ドリームを叶えることができるか。そしてタコライスが食べたい。あ、いいっすね。タコライスも食べたいし、こたつさんにヤギの刺身食わせたいし、もうね、すごいヤギの刺身が。いや、なんか聞いてる限りはヤバそうなの。もうおじさんの頭皮の味がするのよ。いや、そんなん食べたくないよ。食べさせたいのよ。まあ、でもちょっと気になる。そう、ということでね、福岡空港で、まだ国内線乗って沖縄旅立ちます。1月なんですけど、沖縄なんか20度ぐらいあるらしいんでね、最高気温はね、うん、暖かいみたいなんで、小田さんは泳ぐそうです。いや、うん、まあ、うん。ということで、次は機内か沖縄かな。そうですね。それじゃあ行ってみましょう。到着ですよ。えって乗ってたじゃないですか。さっきも福岡にいたの。え、じゃあ沖縄？じゃあ、 あの上の看板ところ、那覇空港 PCR 検査プロジェクト。いや、物騒だよ。いや、まあまあ、そこぐらいしかなんか地名が載ってるのがなかったっす。じゃあもう相当暑いじゃん。行ってみよう。あ、そうですね。外どんな感じなんだろう。太陽風が。そんなに？暑くはない。あー、でもまあ、いや暑いね。なんかでもなんか適温って感じ。なんか一瞬風が来たから、あ、はい、行けるかもって思ったけど、うん、暑い。そうですね、うん、沖縄とかに比べてなんか肌寒いとか全然ないですね。じんわりくる。沖縄じゃない、福岡。うん、じんわりくるね。完全に上着いらないじゃん、うん、めちゃめちゃ服着てるそうね、暑い。1、2、3枚。暑い。どう考えても1枚いらないね。いらないですね。ということで、沖縄到着しましたんで、これからねちょっとレンタカーをゲットして、うん、でそれからホテルの方に向かいたいと思います。じゃあホテル行こう。行きましょう。はい、どう、日本レンタカーやってまいりました。日本レンタカー、今日はアクアでございます。ちなみに、スカイレンタカーでした。違うじゃないですか。じゃあ、あのね、あのスマホのさアプリ あのスカイチケットっていうアプリで撮ったんだけど、めっちゃ便利だね。もうホテルも、はい、飛行機もレンタカーも全部一遍撮れた。え、マジか。案件じゃないよ案件でもなんでもない。案件はいただいておりません。ということで、今回からね沖縄編始まるわけですけれども、なんかね情報によると、はい、ネットにねミニ四駆のショップっていうのが、うん、たくさんあるんですよ。パッて見たら調べると何件か出てきますね。5、6件ぐらいポロポロポロって出てくるんですけど、はい、まだやってるかどうかが不明らしいのね。全て行ってみないとわからない。そう、だからこたつさんがビーモチューネ TV で幽霊探すのと、俺がやってるショップ探すみたいな。大変なことになりますよ。ただ沖縄がなんか北から南までに150キロぐらいしかないんだよね。ああ、じゃあ意外と。そうだよね。数時間で、2、3時間で行けちゃう。でも多分本気出せばこう行って帰ってくることすらできるよね、多分1日で。まあ1日行けますね。なんでそんなに厳しくはないのかなっていうところで、うん、まあちょっとまあそれなら一周してみようかっていうことで、一応そのあると言われる場所全部行って、はい、この動画を見れ
れば沖縄のショップ全部わかるぜっていうのをやりたいよね。ああいいですね。ね、知らんこの店やってる、この店はもう終わっちゃったみたいな、そういうのがわかれば、うん、なおよしかな。で時間的にも20時を回るんですよ。はい。でまあマンボウなので、うん、一応ねその夜こううろつくのはねよろしくないので、そうですね、あのなるべく昼間ウワチャンネルはね、はい、こたつさんの方はだってもう一人で行くやつだから、これから僕の時間、まん延防止もクソもないやつ、ね、うん、あのおじさんの深夜徘徊だから、ただ言い方す危ないおじさんということで、まあ、とりあえず今日のところはですね、夜ご飯も食べたいですけれども、はい、ホテルの方にねチェックインしようかなというような感じでございます。今回のね沖縄遠征というか今後予想される、まあ、ウワチャンネル、はい、で貧乏中の DB も含め、うん、今後ね遠征多くなると思います。まあそうですね。なんで新しいね助っ人をね購入してきたんで、購入ちょっとホテルでつけますか。え、何知らない、楽しみですけど、ホテルでちょっと新しい助っ人を出しましょう。名前もつけないとね。そうですね、何のことか分かんないけど、よし、じゃあホテル行くぞ。行きましょう。一つだけちょっとみんなに伝えたいことあって、はい、沖縄ね最初も言ったけど改めて思った、あっち、まあ比べちゃうとね全然違うっすね。あの福岡の時だとこれ薄着だからこれの上に何か着ようかなって悩む感じなの。あのこれっていうのが暗くてちょっとあんまり映ってないですけど、このトレーナー、ああはい、こう裏肝のトレーナーで基本的にかなりあったかい、うん、小田さん持ってるか分かるでしょ。そうですね、これかなりあったかいやつなのよ、はい、これの上からダウン、寒かったらダウン着ようかなっていうので大きめのダウン今買って持ってきてるんだけど、うん、そのぐらいじゃん雰囲気的に、うん、福岡だとね、うん、今ねこの状態でもうすでにちょっと暑いの。確かにじんわり来る感じ、もう来てます、もうじんわり来ちゃってる感じ、うん、で1月の沖縄はエアコンも何もつけてない状態ね、はい、何もつけてない状態で窓開けて、うん、走行するのがちょうどいいからねだから夏のもうほんと終わりかけの夜みたいな。あーそうですね、そう夏のもう9月とかのキャンプ行った時の夜みたいな、ちょうどそんな感じ、うん、本当に感じなのでね、結構 すごい過ごしやすいと思います。なんで海に入る予定のない方はね今の時期のね沖縄めちゃめちゃいいと思う。ホテルもね俺昨日金額見てびっくりしたけど死ぬほど安かった。えいくらだったの。ね一人3000円ぐらい一泊安っ。やばない。まあもちろんそのマンボウで客がいないっていうのは分かる、あ、まあ、思う、まあ、時期的なもんでね、死ぬほどホテル今安いから。なんか俺沖縄の宣伝してんのかな。案件ですかこれ。案件か案件じゃないですからねということで予定通りホテル行きたいと思います。貧乏中年用のねノート買った。あ、言ってたやつですか。ほら助っ人購入、助っ人購入のやつ買ったんだ。でホテル、まあちょっとこれをね出しながらちょっと話すんですけど、はい、完全にホテル騙された。なんで騙された。これね、俺ね闇やと思う。いやいやいや、何があったんですか。ね今回ねホテル頼んで、うん、洗濯欄があった。洗濯何のですか。まああるじゃん、禁煙喫煙とか。ああはい。ベッド、ダブルベッド、シングルベッドとか、うんうん、で今回ねちょっとあの日も中年初の遠征だったからベッドとかも全部キングサイズとか。キング、あの2人部屋を1人、まあもちろん今回も1人ずつなんだ部屋は、はい、1人ずつなんだけど2人部屋を1人でとかなんかそんな感じにオプションを選んでいったのよ、はい、でその合計金額見て3000円とか思ってたの。あ、言われてましたもんね一泊ね。キングサイズ、いやこれ今キングサイズ、これこれはねダブルこれツンク出てくるでしょそうですね。いや、シングルベッドではないですよ。シングルベッドではない。ツンク出てくるでしょ、これ。ツンクは2人っすね。ダブルなんで。ツンク出てくるでしょ、これ。で、なんか、来たらさ、しらじらしくさ、ご宿泊は4名様ですかって。2人部屋を2個取ってんだよ、と思って。ああ。ここまでも1人部屋2個取ってんだよね。そうですね。2人しかいないのに、しかも。騙されてます。まあでも安いからいいけどね。確かに、1泊3000円だから文句は言わない。結構文句は言わない。綺麗ですしね、なんか。あ、そう、ホテル自体は綺麗だけど、まず喫煙にしてた、それがない、うんでしょ。そうですね、喫煙にしてたそれがないっていうのと、キングサイズがない。キングサイズじゃなかった。これはダブル、部屋が狭かったってこと。ちょっとね、部屋自体は確かに
このコンパクトサイズなんですよ、うん、でね、ちょっと今回マンボウだからさ、はい、まあ仕事で来てるっていう名目だから、まあとりあえずビジネスホテルにしたけど、うん、1月からマンボウ解除っていうところで、そこからちょっとね、はい、世間的にも、うん、普通にリゾートホテル泊まっていいかなってちょっと思ってたんだけど、はい、なんか延長される、ああ、またみたいなね、夏かなんかに出直す、そうっすね、普通にリゾートは、うん、まあ夏来た方が海も入れるし、そうだね、誰か一緒に連れていくか、お、行きたいですね、誰か連れていく、面白い人がいい、面白い人、誰かいる、誰だろう、面白い人、行きたい人はいっぱいいるんでしょうねそれもみんな手挙げですよ夏の沖縄とかも全員行きたいですよ、そんな、誰かと行きますか、夏に、そうですね、ということで、じゃあ今回は夏行くためのやつだね、うん、これは、そう、お、お、お、いや、これね、初めて買ったのよ、ノートでダブルモニター、そう、ダブルモニターするためにこのモニター自体も今購入したんですよ、ちょっと貧乏ダサい設定してって言ったけど ID 貧乏中やダサいって、え、これもしかしてあれあるの、あ、パスワードはない、パスワードはない、パスワードないんだね、あ、よかったよかった、これ同じ画面出てる、ちょっと設定しっかり、あ、そっちの方はやってないんで、しっかり、よっしゃ、で、これでマウスパッド欲しいね、パソコン焼くか、あと明日、確かに反応しないですね、そのままじゃ、これ、とりあえずこれでやるしかねえな、ということで、これでね、ちょっと貧乏中年とウーアのやつをね、今回やっていきます、で、そう、もう一つあるね、何すか、ということで、沖縄編なんですけれども、はい、なんか大阪からね、物が届いてるんですよ、大阪？沖縄なのに、どういうことですか、大阪といえば、大阪といえばクリキタンフォース、ちょっと待って、でもちょっとしか破れんかった今勢いで、あらあらあら、いつもがバリっていくのね、ダウンフォース感じてないですね今の、ちょっと大丈夫ですか、うん、ということでクリキさんから送られてきたのは今話題のもちろん、あ、じゃじゃん、新しいやつ HDK ステッカーでございます、これね、空力さんのところでなんか発売されてるらしくて、はい、まあね、すごいデザインがね、かっこいいのよ、うん、でデザインかっこいいな、かっこいいなと思ったら、イービルワイヤーさんとコラボなんですね、いやもう間違いないわ、そうなると、しかもネットで660円で買える、めちゃめちゃ安いのよ、うん、本当に安いと思う、ステッカーとしてはめちゃめちゃ、ちょっと出してみて、これでね、ちなみに俺これね、はい、追加購入した、追加購入、追加購入しました、なのでね、お家にいっぱい届きますいいですね、ほら、こんな感じでこう、こういうとこに貼ってもかっこいいんじゃない、今ハサミないから貼れないけどさ、あー、確かにハサミないの、ハサミはないですね、ハサミないか、これさ、唇ハサミになったしね、いや、唇はツルツルするだけです、大丈夫、これでもこういうとこ貼っとくか、うん、ね、かっこいいですね、こういうのに貼ってもかっこいいよね、モニター、うん、ほらほら、いい山の隣みんなハイパーダッシュ基地並べてもいい、 HTK 並べちゃってもいいんじゃないの、いいと思います、ということで、え、今日ミニ浴しないのって思った方、はい、正解です、ホテルです、今日ホテル、あのね、長くしようと思ったの、だから前回の動画からして動画飽きすぎてるでしょ、はい、だから今日はここまでで終了させてください、お願いします、次回からミニ四駆の創作に必ず移り変わりますんで、今回は沖縄に来たよっていう動画になってしまいましたが、はい、勘弁してお願いします、勘弁して、この後ね、ちょっと予定詰まってるんですよ、うん、貧乏中年の方が、はい、なんでね、貧乏中年の方をやってその後ミニ四駆やらせていただきますんでね、そしてこのハイパーダッシュ基地クリキさんのね、イビルアヤさんのコラボステッカー、これボディに貼ってもめちゃめちゃかっこいいと思います、かっこいいですね、ぜひね、皆さんゲットしてみてください、購入制限とかないんでね、俺ちょっと騙されたと思って10個ポチってみたいピッて、はい、10個買えた、おお、お安い、10個買っても10個買っても6600円、1万円で全然、ゲームソフト1本買うのと変わんないから、ね、あ、確かに、そうだよ、だからこたつさんに課金するぐらいだったらみんなクリキさんの方に課金してもらって HDK のシールも手に入るゲットしていただければなと思います、ということで次回のミニ四駆、そしてね、まあミニ四駆だけじゃない、多分沖縄のものもね、多分出るかなとは思いますけれども、分別して出るわけじゃなくて一つの大きい動画の中に、はい、もう沖縄もありミニ四駆もありっていう形になるかなと思いますので、楽しみにしていただければなというふうに思います、ということで次回のウーアチャンネル沖縄編お楽しみにということで、
おやすみなさい。Settle